今日、近鉄が初めて導入したのは、切符の代わりにスマートフォンに表示した二次元コードで電車を利用することができるデジタル切符です。近鉄のウェブサイトからクレジットカード決済で購入し、二次元コードを自動改札機の読み取り機にかざすだけで通ることができます。近鉄名古屋駅と伊勢島エリアの合わせて7つの駅に先行して導入され、来年春までに大阪や京都、奈良の駅に拡大していく予定です。